美味しい。皆さんこんばんは、バーネコマ店の新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今日はスタンダードカクテルのスクリュードライバーを作ろうと思います。まあ、飲んだこともあると思うし、聞いたことある人もいるんじゃないでしょうか。すごく簡単なカクテルなんですけども、名前のね、ついた由来も含めて今日は作り方の後に由来を説明して、説明したいと思います。はい、まずはね、すごく簡単なんです。2つしかなくて、まずはウォッカですね、そしてオレンジです。この2つを混ぜるだけなんですが、まずはね、オレンジジュースのね、絞り方とかもあるので、まあ、そこから、まあ、ご紹介したいと思います。はい、オレンジは、まあ、皆さんね、絞るとき横にね、オレンジがあるとすると横に切る方が多いと思うんですけど、もちろんそれでも間違いではないんですが、ね、僕はね、縦に切ります。縦に、特にこの芯があるところですかね、芯のところには種とかあったり、あとね、苦味がちょっとあったりするんですよね。なので、ここの芯のところを V 字にカットしてあげるとこんな感じでね、取れるんですよ。でこれで絞っていきましょう。そして絞るときも普通スクイーザーがあるとね、スクイーザーに当ててゴリゴリゴリって絞ってしまう気がするんですけども、やっぱりえぐみが出たりするので、優しく指のね、腹でね、ちょっとね、押して絞ってあげるような感じ、当てて絞るみたいな、こうやって絞ると果肉も出るし、あと苦味もなくてね、美味しいオレンジジュースができるんでね、もうこれだけでもあれですよね、お酒入れなくてもね、美味しい上等なオレンジジュースが飲めるかもしれませんね。はい、こうやって絞っていきます。はい、もっと絞れるかもしれないんですけどね、やりすぎるとやっぱりえぐみが出てくるんで、このぐらいにしましょう。そしてじゃあ同じ要領でもう半分ありますから、もう半分も絞っていきます。だいたいオレンジのものにもよるんですけども、今回のカクテルはウォッカを 30ml に対してオレンジを 90ml 使いたいんですね。なので状態にもよりますけど、だいたい1個か1個半ぐらい1杯のカクテルに必要かもしれませんね。はい、じゃあこんな感じで絞っていきます。はい、それではじゃあオレンジジュースを絞ったので、これをね、ウォッカと一緒に混ぜ合わせていきたいと思います。じゃあね、今日は丸い氷ですね。わかるかな、見えます、はい、これね、ランプオブアイスっていうんですけどもね、溶けにくい氷なんですよね。まあ、今回はちょっと贅沢にというか、こっちでやってみようかなと思って、はい、じゃあ氷を入れたので、材料となるウォッカ、まずウォッカを 30ml ですね、注いでいきます。先ほど絞ったオレンジがちょうど1個半絞ったんですけども、ちょうど 90ml だったので、はい、全ての、ね、量を、ね、注いでいきたいと思います。結構いっぱいいっぱいになりましたね。はい、それではじゃあ混ぜていきます。失礼いたします。はい、そしたら最後にオレンジの皮で作った、まあ、デコレーションですかね、飾りをつけます。これで完成です。スクリュードライバーです。はい、それでは飲んでみましょう。いただきます。シャル。美味しい。まず一番最初に感じるのがフレッシュなオレンジの香りなんですよね。絞りたてで、そして使っているベースとなる蒸留酒の方はウォッカを使っているので、ウォッカっていうのは香りが比較的弱いんですよ。なの で本当にもうオレンジがもう全面に出てくるカクテルですね。今回このスクリュードライバーっていうのを作りましたけども、実はこのスクリュードライバーっていうのは結構バリエーションが効くカクテルで、このスクリュードライバーを作った上にガリアーノっていう、バニラとね、バニラフレーバーにちょっとハーブが入ったようなリキュールがあるんですけども、そのガリアーノを少しだけ上のところに振ろうとするとハーベイウォールバンガーっていうね、そういうカクテルにもなったり、今回使ったウォッカーがありますよね。これをジンに変えるとオレンジブロッサムっていうカクテルになったりするんですよ。あとは居酒屋さんとかで皆さんが馴染みの深いカクテルとしてはファジーネーブル、
やると思うんですけども、ファジーネーブルはウォッカの代わりにピーチのお酒をね代用したものがファジーネーブルってなるんですね。まあ、ウォッカよりもピーチリキュールの方が度数が低いんで、まあ、甘いしね、もう皆さんそっちの方があのお酒が苦手な方はあのファジーネーブルなんかの方がいいのかななんていうふうにも思ったりします。でもねこのスクリュードライはすごく美味しいですね。で先ほど一番最初に冒頭でお話ししたそのスクリュードライバーの由来についてなんですけども、何でもそのイランでイランの油田で働くそのアメリカの作業員がこのカクテルをね作ってね、先ほど僕マドラーであの混ぜたじゃないですか。この混ぜるマドラーがなかったから、その作業服についていたスクリュードライバー、要はネジ回しですよね、ねじ回しでこのカクテルを混ぜたところからこのカクテルが名前がついたっていうことなんですけどね。なんか油田のね作業中にお酒飲んじゃうってちょっとそこを誰も突っ込まなかったのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、はい、僕だけかな。でもなんかそんなやっぱりあのエピソードがありますから、そういうエピソードを回想しながらねカクテル飲んだりするのも面白いかなと思って、ぜひ今宵は簡単ですから、ご自宅でスクリュードライバー作ってみてはいかがでしょうか。はい、また次回もあの楽しいカクテルご紹介したいと思いますので、いいねとかまた番組登録とかしていただけるととても励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ではまた。